俺には高村さんみたいな野生も一歩みたいな爆発力もないけどな、ボクシング2殴りのスペシャリストの中に放り込まれたら生き残るための6年間分の知恵、その集大成がこの新兵器だ。落ちても落ちても飛び跳ね続けて、ベルトは目の前だぜ。浮かない顔してどうしたんですか先輩、イケイケの雰囲気じゃないですか。タイトルマッチってのは普段の2倍くらい空気が重い。信じられないほど疲労が加速していくんだ。青木はこの空気の中で戦うのは初めてだ。この先我慢比べの展開になってくると、間違いなく今までの中で最強の敵だ。ここからは根比べだ。苦しかった練習を思い出せ。見守られている人間の強さというものを今日お見せしよう。ベルトは目の前だ。タイトル取るのに苦しいのは当然なんだ。俺が日本チャンピオンになったら敬語使えよ。後先のことは考えんな。行っちまえ。挑戦者は襲いかかった。拳から目的意識が明確に伝わってくる。見守ってくれる者のために戦う拳だ。自分は何のために戦ってきた。そうだ、幸子、お前のために。試合に集中したいんだ。周りをウロウロしないでくれ。チャンピオン、このラウンドもクリンチだ。捨ててしまった、自ら手放してしまった。ボディーブロー、チャンピオンの体が黒字で折れる。くらえ、そして見ろ。今江は無防備でカエルパンチをもらう。バカな、今江さんがよそ見をしていない。幸子がなぜ会場に。まさか俺のために。なんでだ、なんでよそ見してねえんだ。当たってくれ。跳躍しか届かず、虚しく宙を舞う。右、ベルトは目の前なんだ、諦めるぞ。足取りがおかしい、それでも打って出る。見守ってくれる人がいるから頑張れる。しかしこの人は全てを抱えたまま登ってきた。思い知らされた、そして教えてくれた。今はもう尊敬しています。この強い人に打ち勝って、この自信を胸に幸子に会いに来る。一発がなくなっても連打で押し切れば勝てるぞ。しかしどちらも諦めない、一歩も引かず手を出し続ける。倒れた、ダウンではありません。揉み合って滑って転んだ。動きはすでにスローモーションだ。高村さんや一歩君とは戦い方が違うけど、精一杯頑張る姿は同じです。あ、打ち下ろしの右。ダメだ、体を支えられねえ。これに切れねえ。言うことを聞いてくれ、俺の足踏ん張れ、動け。そしてこの体勢は、よく頑張ったぞ今へ。青木、よくやった。どうしたよ、拍手しねえのか。判定を聞くまではマサルの戦いは終わってませんから。俺の採点じゃ一点が青木のリードだ。青木に勝たせてやってくれ。ジャッジ内田95対94。どこに目つけてんだ、わずかに青木が勝ってだろうが。ジャッジ森田95対94、青木。今井か青木か、ベルトはどちらの手に渡るのか。果たしてレフリー島川94対、悔いはない、最後まで打ち合ったんだ。94対94、ドロー。日本ライト級タイトルマッチの結果はドローです。届かなかったか。俺様の予想通りどっちも負けだ。たとえドロドロでも私感動しました。ふざけてないで激励いっといて。最後のチャンスだと思って頑張ったんだけどな、惜しかったなんて慰めにならねえよ。てめえのどじ合いのせいだぞ、ドロドロの負け犬どもが。僕と場合を考えろ。だからハオキ、お前がずっと見守ってくれていたこと、俺今日はお前のおかげで頑張れたんだ。勝利の女神を取り戻したってわけか。いっそのこと叩きのめしてくれりゃ諦めもついたのによ。大丈夫よ、いっぱい慰め
慰めてあげるから、うん、青木さんが引退とか言い出したら高村さんのせいですからね。ちくしょう、なんで俺が青木ごときに。だよ、本当にかっこよかったんだから。なんか次やったらさ、絶対チャンピオンになれるような気がする。なんか幸せそうだから、また今度でいくから。とりあえずお疲れ様でした、青木さん。お久しぶりです。てめえ1週間何やってたんだよ。大歓迎はありがたいんだけどよ。お世話になりました。お疲れ様でした。自分らは青木先生の試合に感動したものであります。俺のことをヒーローっていうわけよ、カリスマっていうわけよ。こいつらのためにも口が裂けても言えねえよ。はい、青木さんの言うことしか聞かないのか。仙道さんの再起戦だもんな。いい勝ち方だったから機嫌いいはずだ。何やとこれ。なんだ、すごく機嫌悪そう。おい仙道、幕の内くんやで。おめでとうございます、すごかったです。名古屋の沢村や、ワイのスパーリングパートナーやった。あなたに会うのはタイトルマッチのリングの上だと思っていましたよ。ベルトをもらう相手に少しでも情を移したくないんで。タコ殴りにしたやろ。自分との試合で使わないでいただきたい。無様な技は無様に散りますよ。ワイもスパーで何回かやられたわ。今もワイにケチつけに来たとこなんや。そうや、デンプシーロールはカウンターに弱い。やつはデンプシーロールの天敵や。あの人にはデンプシーロールで勝ちたいな。チャンピオンが逃げずに打ち合ってくれることを切に望む。高村と真っ向から打ち合おうってのか。ではチャンピオンどうぞ。重大発表が、ジュニアミドル級はこれで終わりだ。まずはこいつをみんなが納得できる形で血祭りにあげる。一発もパンチはもらわん。意地でも一発当てるって秘策って何でしょうね。知らん、見守るしかねえよ。そのビッグマウス二度と叩けなくしてやるぜ。6階級制覇するためにはこんなところでもたつけねえ。あーっと、挑戦者が手を払いのけた。こいつをこのままじゃ単に青木の真似だ。しかし俺様はあんな小物じゃねえ。あっちに何があるか気になるだろう。しかもものすごい一発を浴びてしまった。赤村くん、目の前に来てますよ。俺様は百発百中で引っかかったのに、なんでこいつはよそ見しねえんだ。連打で巻き下げる挑戦者。チャンピオンコーナーに振り連打が止まない。しかしこれは調子に乗るんじゃ。ない、試合終了だ。まあざっとこんなもんだ。物を投げないでください。物を投げないでください。とんだとばっちりだぜ。全然青木さんのせいじゃないのに。どうしてちゃんとできんのだ。貴様、世界チャンピオンの自覚がないのか。二階級制覇の用意しとけよ。何回も防衛してお金持ちになれるのに。あの人は自己顕示欲の塊みたいな人だから考えられねえ忘れ物だぜ。日本中は愚か、世界中が振り向くボクサーになる。貴様、日本チャンピオンになって何度防衛した。次のステップを考えてもいい頃合いじゃろう。これほどの挑戦状が来とるのはどういうわけじゃ。いかに貴様が舐められとるかという証。沢村隆平、本当にいいんですか。沢村隆平が相手で。今回はその男気を買いたい。たとえ負けたとしてもそれをバネにし、小僧も今頃ビデオを見て青くなっとることじゃろう。9勝2敗 4KO が少ないのはお察しの通り遊んだからよ。肩に触れたもの、気に触ったものを。ジム側が謹慎を申し出たりして追放処分は免れたらしいわ。言わなければならないと思っていたんだが。狭苦しんだ。
焼いてんだ、アホ。もう勘弁してくれよ。俺たちが何したって言うんだよ。これ以上やったら警察行くぞ。ボクシングできなくなっちゃうぜ。訴える。沢村、なんだその拳の怪我は。どれ見せてみろ。拳はボクサーの命だからな。幕の内に挑戦状は出してもらえたんですか。あれよりこのハゲタはタイトルマッチやるの楽しみなんですよ。問題起こしたら自分でも見消しますから。